キュランダはケアンズの北西25キロのところにあります。それではですね、これからセントラルステーションの方に行きまして電車に乗って参りますけれども、今日も、ガイドの中山さん来ておられますので、皆様盛大な拍手でお送りください。今日もよろしくお願いします。キュランダ高原列車のケアンズ駅です。ありがとう。1000ドル高いですか？125ドルぐらい。いや、すごい。この列車はケアンズからキュランダまで33キロを結ぶ観光専用列車です。バロン国立公園を通過しながら、所要時間は1時間45分です。滝を見るために列車が止まりました。バローンの滝です。キュランダに到着しました。約500人ぐらいの小さな村です。
ウェイの駅です。駅の建物の中に蝶がたくさん飾られていました。このロープウェイは熱帯雨林の上空を走ります。世界で一番長いロープウェイです。この熱帯雨林は世界遺産に登録されています。途中に駅がありました。先ほど見たバロンの滝です。松の木の一種だそうです。幹の皮が日本の松と全く異なっています。熱帯雨林の中を散策しました。オーストラリアにだけおる南方低い鳥です。飛べませんがよく走りよく泳ぐそうです。めったに見ることはできないそうです。カジノでカバーしますオーストラリア最北端の信号になります。ここから先に信号はございません。ワイルドワールド動物園です。50年後とか見たら、慣れたから。
で。ミッキーいるんだ。Down to the water's edge, looking around, going, oh, there's no crop, and then coming in and washing our hands. He reacts in that way. It's going to be one more piece of food.子供の足が出てます。